朝日化成の高橋弘明と天理大学の穴井高政、天理大学2年生、この2人による敗者復活最終戦が始まりました。赤い帯が左支え突っ込み足です。赤い帯が高橋です。白い帯が天理大学2年生の穴井、共に左組です。高橋は準々決勝で井上康生との組手争い、うまく引き手を許さないように試合を進めましたが、その分攻めることができませんでした。指導3つで敗れています。奥襟を取っている穴井、穴井が積極的にいってますね。穴井がいい間合いで試合を進めています。得意技は内股、そして大外刈りもあります。敗者復活2回戦では大外刈りでカナダのモーガンを破りました。一本勝ちでした。穴井共に左の組手、はい、待てです。穴井としては今のように動かしながら攻めたいところですね。大外を返した、はい、技ありです。大外をうまく返しました高橋、ね、はい、技ありでこれでポイント逆転。そして寝技に持ち込もうという高橋です。足がほどけるか、ほどけそうですが上が決まってないですね。あ、まだ、はい、あ、足のうまくコントロールしました、はい、また足を絡められない。今頑張らないと抑え込まれますよこれ。入りますね。あ、入る、はい、抑え込みに入りました。20秒で合わせ技1本です。大外を返して技あり、その後なんとかしのいで抑え込みに入りました。10秒経過、高橋弘明敗者復活最終戦、大学生の穴井に対してちょっとこれは動けませんね、はい、20秒経過、これで合わせ技1本勝ち、高橋弘明3位決定戦進出、穴井高政敗者復活最終戦で敗れました。